側ホームの北九州、そして右側アウェーの秋田。前半の45分が始まりました。まずは秋田のボールでスタートします。生駒が上がる、ボールが下がればチャンスというところですが、もう一回針ヶ谷左方向ちらっと見て、横パス入って西村左足シュート、ポストに弾かれました。惜しいシーンがありました。立ち上がり、はい、そしてキックフェイントからミドルシュートですけども、やはりフォワードで、ね、出場してますけども、本来ボランチの選手なので、はい、こういうミドルゾーンからのシュートというのはね、富山がキープ流して、富山前線に西村が待っている、高さがあります。そしてまだ流し細かいバス、そしてシュートは高橋大吾、素晴らしいコントロール。シュートは今シーズン初のゴールになりました。先制点はこれで3試合続いて、ミラバンク北九州、前半の15分1点を先制しました。で、タッチ数を減らしながら素早くボールを動かすことで、徐々にその秋田のマークがファーストディフェンダーがかかりづらい状態になりましたよね。高橋選手もここでスクリーン気味にコントロールはしてますけども、はい、もうもらうときにゴールのイメージはしっかり、できてたと思うんですよね。この振りからこのコース、本当にワールドクラスのシュートだと思いますし、イメージとテクニックがね、しっかりと噛み合った。まだしかしここもしっかりとセカンドボール拾っています。針ヶ谷が前川へ、そして最後は高橋大吾。今日はね、乗ってますからね。そうですね、さあそして得意のロングスローからの展開、ここもアイデアを持って一旦沖野に預けます。そしてもう一回鈴木が上げるのか。鈴木が上げてゴール前だ。さあヘディングが来ました。同点はこのセットプレーから決めたのはこちら。このシーンです。ここで駆け引きというか、やはりそのもう個人のパワーの部分ですよね。190センチ増田です。完全に前に入りきってますから、まだ北九州クリアできていません。ここでなんとかクリアします。ここで前半終了のホイッスルが鳴りました。始まりました。次の1点が非常に物を言うこの後半です。前線中入っていきます。鈴木、そしてここで沖野からいいボールが入った。最後9番の中村合わせていったんですが顔を覆います。ここは狭いところ動き出しています。つながってシュートはわずかにポストの右側。最後は富山でした。受け方だったと思います。ちょっと体の下にボールが入り込みしすぎてしまう。ゴール前やり合います。ここはアイデアを持ってシュート打った。吉丸がしっかりとここは止めました。最後斉藤のシュート、これは狙いを持ったフリックですよね。もう完全に狙い通りの形だったと思いますけども、飯尾も高い位置を取っている。飯尾のクロスボール前線だ。キーパーパンチング、吉丸、それを拾う鈴木がまた前線へヘディングシュートはわずかにポストの左。最後合わせたのは18番途中出場吉田伊吹でした。やはりここ鈴木選手からのボールの配球、ピンポイントですよね。しかしヘディング、岡村が遠いサイド低いボールを入れていく。ここで試合終了のホイッスル、1対1。